コンピュータ、コンピュータは数値計算や数値計算に限らず情報処理やデータ処理と呼ばれるような作業、すなわち文書作成、動画編集、遊戯など複雑な任意の講義の計算を拘束、大量に行う計算機械である故障については口述。現代ではプログラム内蔵方式のデジタルコンピュータの中でも特にパーソナルコンピュータやメインフレーム、 スーパーコンピュータなどを含めた汎用的なシステムを指すことが多い。日本語においては英語の音社したコンピュータやコンピューターが多く使われる。法用語ではという表現が刑法や著作権法等で用いられている。これは英語では単にコンピューターではなくエレクトロニックコンピューターに相当する。また手動の機械式計算機などと違う点を強調して、 自動の語が初期には入ることもあったが近年はほぼ見なくなったエニアックなどの A である。電子計算組織という語もあり観光庁の公式文書である入札広告条例などで21世紀に入った後の使用例も見られる。組織の用法は大体システムといった意味のようである。電子計算機を省略した電算機という略語もある。電算業務、電算処理。 電算室などの語で、コンピュータのという意味合いで電算という語が用いられる。これについて、情報処理学会が日本における計算機の歴史について調査した際に、学会誌、情報処理に掲載された富士通における歴史を述べた記事によれば、電子計算機以前の頃、事例による計算機によりサービスを開始した同社が、電子じゃないけど、ということで使い始めた言葉であろう、と書かれている。 つまり、その由来からは、電子計算機を省略した、電算機という略語ではない。他に、人工頭脳や電子頭脳、中国大陸、台湾、香港などでもよく使われる電脳という言葉がある。英語の、は、算術演算、数値計算を行う主体を指す語であるが、もともとは、主体として、人間、計算手を指していた。この用法は、英語圏では、 非常に稀になりつつあるが今でも有効である。オックスフォード英語辞典第2版ではこの語が主体として機械をも指すようになった最初の年を1286と記している。同時点では1946年までにの前に就職語をつけることで異なる方式の三期を区別するようになった。例えばといった表現である。様々な引用文から 1946年以前に、これらの語がすでに使われていたことは明らかである。ポルトガル語やスペイン語では、言葉の箱、コム、箱、プピューター、言葉を話す、を意味させることもある。計算手は、電子計算機と区別するため、レトロニムで、ヒューマンコンピューターとも表記される。デジタルコンピューターは、数値計算以外にも、あらゆる情報処理を行えるものであるのに対し、 アナログ計算機はそうではないので、以下、コンピュータという表現と、計算機という表現混用されるが、意図的なものである。デジタル計算機とアナログ計算機という分類もあるが、アナログ計算機は現代ではほとんどマイナーな存在となったことから、単に、コンピュータという表現で、デジタルコンピュータを指すこと多い。なお、コンピュータという語を特に、 電子計算機を指すことして使う場合があり、その用語法では、アナログ計算機のうち特に電子式アナログ計算機を指すのがアナログコンピュータいうことになる。また、対象が連続量ではなく、整数のような理算的であるものは、例えばエレクトロニクスを使っていなくてもデジタルである。良い例としては、ソロ版はデジタルであり、ソロ版のことを指して、 アナログというのは誤りである。アナログ計算機は、電気的現象、機械的現象、水圧現象を利用してある、種の物理現象を表現し、問題を解くのに使われる計算機の一形態である。アナログ計算機はある、種の物理量を別の物理量で表し、それに、数学的な関数を作用させる。入力の変化に対して、ほぼ、 リアルタイムで出力が得られる特徴があり、これは、いわゆる、高速型の場合のである。時間をかけて、バランスが取れた状態を見つけ出すとか、移動量の合計を得るといったような、低速型のアナログ計算機もある。各種シミュレーションなどに利用されたが、演算内容を変更するためには回路を変更する、必要があり、得られる精度にも限界があるので、デジタルコンピュータの性能の向上と DA。 AD コンバータの高精度化、高速化によって、コストパフォーマンス的にもそちらで代替した方が有利となり、その役割を終えた。なお、かつて電子式、アナログコンピュータの重要な要素として多用されたものと、同じ機能を持つ、電子回路は IC 化されたオペアンプ IC として、今日でも広く使われているが、モジュール化され簡単に使えるものになっているため、全く、 コンピュータとは認識されていない。以上のようにアナログ計算機が量、物理量によって計算を行うのに対してデジタルコンピュータは数、デジットによって係数的に計算を行う。現代ではもっぱらエレクトロニクスを用いて日論理による論理演算と日知法による数値表現を使っているタイガー計算機のように歯車の理算的な角度により 重心法を表現するものもディジルな計算機であるし、機械として見ると日知論理方式の機械でも、数の扱いとしては3、マシフ号などにより重心法のものもある。数値の表現法である、X 信法と論理のモデルである、X 値論理は、厳密には別のものであることに注意。1940年代に最初の実用ディジタルコンピュータが登場して以来、 コンピュータに使われる技術は特に微細化という点では劇的に変化してきた。しかし現在のところ基本的にはノイマン型の構成を受け継いでいる。コンピュータの命令は人間の言語に比べるとずっと貧弱である。コンピュータは限られた数の明確で単純な命令しか持っていないが曖昧さは全くない。多くのコンピュータで使われている。 命令の典型的な例としては、5番地のメモリの中身をコピーして、そのコピーを10番地にかけとか、7番地の中身を13番地の中身に加算して、結果を20番地に書とか、999番地の中身が例なら次の命令は30番地にあるといったものである。コンピュータの内部では命令は、ニッチコード、つまり二をことする係数法で表現される。例えば、 インテル系のマイクロプロセッサで使われるあるコピー命令のコードは1011万である。ある特定のコンピュータがサポートする特定の命令セットをそのコンピュータの機械語と呼ぶ。実際には人間がコンピュータへの命令を機械語で直接書くことは通常はなく、高水準のプログラミング言語を使う。プログラミング言語で書かれた命令がインタプリタやコンパイラと呼ばれる特別な コンピュータプログラムによって自動的に機械語に翻訳されて実行される。プログラミング言語の中には、アセンブリ言語、低水準言語のように、機械語に非常に近いレベルで対応づけられるものもある。逆に、プロラグ、プロログのような高水準言語は、計算機の実際の演算の詳細とは、完全に切り分けるという絶対原理に基づいている。記憶装置、メモリは、 アドレスを付与された領域の列で、各の領域には命令またはデータが格納される。領域に格納された情報は、書き換え可能か否か、揮発性、動力の供給を止めることで情報がなくなるという、性質を省くか否かは、記憶装置の実装方法に依存する。記憶装置を実装する技術も、また時代と伴いに大きく変化してきた。初期は、電磁系電気が、 続いて、水銀の入っただ。水銀遅延線や金属線を波、振動が伝わる、際の遅延時間を利用する部品が割れた。次には、フェライト製のトロイダルコア、磁気コアメモリや個別部品のトランジスタが使われた。そして、現在使われている方式の元祖といえる、集積回路による記憶装置は1960年代に開発され、1970年代には、 コストパフォーマンスで量がし、それまでの主流だったコアメモリに代わり、主流となったインテルの D-RAM 1103による。また、補助的に用いられる一般に大容量の補助記憶装置がある。例えば、SSD や HDD などがそれである。演算装置は、加算、減算などの算術演算、アンド・オア・ノットなどの論理演算、比較。 二つの値が等しいかどうかなど、ビットシフト等を行う装置である。近年においては、一つの中央演算処理に、メモリーフェッチから計算処理部を複数備えたもの、マルチコア、マルチスレッドが多い。制御装置は、記憶装置の中にある、これから実行する命令がある場所を見続け、実行するときに、実行に必要な情報を、記憶装置から読み出し、実行した結果を、 記憶装置の中の正しい場所に収めるとう仕事をする。一度これらの仕事を終えると、制御装置は次の命令がある場所に目を移す。普通、次の命令は次の格納場所にあるが、ジャンプ命令が実行された場合はそうではない。インターラプトリクエスト、演算処理時の割り込み機能、イクを備えた、シスク型のプロセッサーが多く流通している。入出力、オート模様は、 コンピュータが外の世界から情報を得たり、計算結果を外に送り返したりすることを可能にするためのものである。外部から見てコンピュータに情報を送ることを入力、逆にコンピュータから情報を得ることを出力という。入出力には入出力インターフェースを介して入出力装置、I、O 装置が接続される。入出力装置としては例えばキーボード、マウス、 スキャナ、モニタやプリンター、磁気ディスク装置、光学ドライブ装置、ネットワークインタフェースなどといった馴染み深いものから3次元ディスプレイやデータグローブといったものまで幅広いものが存在する。入出力装置は主として入力を得るためのもの、キーボード、スキャナなど出力するためのもの、モニター、プリンターなど入力と出力を兼ね備えたもの、磁気ディスク装置。 インターフェースなどに対別することができる。コンピュータプログラムはコンピュータに実行させる命令を記述したものを意味する。ワープロソフトや OS などの基本的なプログラムは莫大な量の命令からなる。汎用的な処理をプログラムごとに全て新たに書くのは効率が悪いため、例えば画面に点を描くファイルに保存するインターネットを通して 他のコンピュータとデータをやり取りするのようなしばしば行われる仕事はライブラリーとしてまとめられる。今日ではほとんどのコンピュータは同時にいくつものプログラムを実行するように見える。これは通常マルチタスクと呼ばれている。実際には CPU はあるプログラムの命令を実行した後、短い時間の後でもう一つのプログラムに切り替えてその命令を実行している。 この短い時間の区切りをタイムスライスと呼ぶ。これによって複数のプログラムが CPU 時間を共有して同時に実行されるように見える。これは動画が実は静止画のフレームの短い連続で作られているのと似ている。このタイムシェアリングは通常オペレーティングシステムというプログラムで制御されている。具体的に処理すべき作業の有無によらずコンピュータに 自らの演算資源を管理し、ユーザーの指示を待つという動作を取らせるためにさえ、ある種のプログラムを必要とする。典型的なコンピュータでは、このプログラムは、オペレーティングシステムと呼ばれている。オペレーティングシステムをはじめとする、コンピュータを動作させるのに必要となるソフトウェアを、全般に、システムソフトウェアと呼ぶ。コンピュータを動作するため、オペレーティングシステムは、ユーザー。 もしくは他のプログラムからの要求に応じてプログラム。この意味では、アプリケーションソフトウェアもしくは単に、アプケーションという用語も使用される。ソフトウェアという用語も似た意味合いだが、これは、プログラム一般を指すより広い概念であるを、メモリー上にロードし、プログラムからの要求に応じていつ、どのリソース、メモリーアイオ王を、そのプログラムに割り当てるかを決定する。 オペレーティングシステムはハードウェアを抽象化した層を提供し他のプログラムがハードウェアにアクセスできるようにする。例えばデバイスドライバと呼ばれるコードがその例である。これによってプログラマはコンピュータに接続されたすべての電子装置についてその奥深い詳細を知る必要なくそれらの機械を使うプグラムを書くことができる。またライブラリーと呼ばれる再利用可能な多くの プログラム群を備え、プログラマは自らすべてのプログラムを書くことなく、自らのプログラムに様々な機能を組み込むことができる。ハードウェアの抽象化像を持つ現在のオペレーティングシステムの多くは何らかの標準化されたユーザーインターフェースを兼ね備えている。かつてはキャラクターユーザーインターフェースのみが提供されていたが、1970年代にアラン・ケイラがダイナブック、 構想を提唱し、暫定と呼ばれる、アルトとスモーアルトック、スモールトークによる、グラフィカルユーザーインターフェース環境を実現した。なお、暫定は、当時のゼロックスの首脳陣の判断により、製品化されなかったゼロックスより発売され、グラフィカルユーザーインターフェース搭載のシステムゼロックススター、ゼロックススターは、暫定とは別系統のプロジェクトに由来するが、 この影響を受け開発された Apple コンピュータの LISAA、Lisa や MacKintosh、Microsoft の Windows、Windows の発売、普及により、グラフィカルユーザーインターフェースが一般的にも普及することとなった。世間に普及するコンピュータを台数を基準としてみた場合、そのほとんどはデスクトップコンピュータとして存在しておらず、携帯電話や炊飯器などの電気製品、 各種の測定機器、乗用車や工作機械などの装置に組み込まれた非常に小さく安価なコンピュータとして実装されている。これらを組み込みシステムと呼ぶ。一般に組み込み OS と呼ばれる専用の OS を用いる。トロン、プロジェクトのイトラン、アイトロン、米ウィンドリバーのベックスワークス、VX ワークスと、米シンビアンのシンビアン OS、シンビアン OS。 ベイリナックスワークスのリンクサース、リンクス OS などが利用されている。ただし、近年は、開発期間の短縮などの目的で、やリナックス、といったデスクトップコンピュータで使われている OS と、同系統の OS を搭載する場合もある。また、小規模な組み込みシステムの中には、明確な OS を内蔵していないものも多い。5. おさむき